イスラエル銀行はイスラエルの中央銀行である。本店はエルサレムにあり、支店がテルアビブにある。現在の総裁はカルニトフルグ。建国からしばらくの中央銀行業務は現在のバンクルミが言った。イスラエル銀行は1954年に創立された。スチュアート・イー・アイゼンシュタットいわく2001年1月、このレオミ銀行が時効で ホロコースト被害者の休眠口座を約1万3000件抱えていることを公表した。この数字はスイス銀行で元 FRB 議長のポール・ボルカーが見つけた数に近い。そしてホロコーストで殺されたユダヤ人が購入したイスラエル国内の土地及び資産のうち数億ドル相当が未だ正当な相続者に回復されていないと推定されている。つまり スイスに向けられたネコババ疑惑はすべてイスラエルにも当てはまる。相続者の特定は愚か、生還者は相続者の資産請求を援助するための国としての組織的努力が解無であるばかりか、ホロコースト犠牲者の資産が不法に移転されている。その間、相続権の主張者は請求を証明するための保管資料情報へのアクセスを拒否され、強制収容所で殺されたものについて、 死亡証明書と夏イン済みの資産証書の提出を求められてきたのである。ある高齢の生還者はエルサレムレポートの中で訴えた。彼らは不可能なハードルを設けている。ヨーロッパ中の親戚が保証金を受け取っているのに母国が真実を語らないとは恐ろしいことだ。クネセト議員のうち生還者としての過去を持つ者ですら保証問題に関心を示すものは ほとんどいない。例えば、スイス銀行を追求するのに、大いに活躍したアブラハム・ヒルシュソンは、ホロコースト資産の確定と回復のためのクネセと委員会における会合に顔を見せたことすらないのである。ありがとうございます。